こんにちは、フリッカークランです。マツダが米国で11月30日に開幕するロサンゼルスオートショーで新型マツダ3、日本名アクセラをワールドプレミアすると発表しました。マツダ3は同社の世界販売の約3割を占める主力車で、今回同社が公開した画像の2モデルのうち、右側の赤いハッチバックモデル、次期アクセラスポーツは東京モーターショー2017に出展された海コンセプトがベースになっている印象を受けます。新型では進化した鼓動デザインを採用するとともに、新世代車両構造技術スカイアクティブビークルアーキテクチャや、様々な走行シーンで意のままの加減速を可能にする最新のスカイアクティブエンジンを搭載、車としての基本性能を飛躍的に向上させているそうです。新聞報道等によると、新型エンジンは2リッターの排気量で 2.5 リッター並みの駆動力を発揮、現行モデル比で燃費性能を最大で約 30% 高めている模様。今回画像で一部が公開された次期アクセラ、アクセラスポーツ両モデルの正式発表が大いに待たれます。